はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー、夜の部前半開始となります。今朝なんですけれどもね、この今撮影しているカメラ、GoPro Hero 6、これをですね、僕の使っている、一眼ミラーレス一眼用のね、ジンバルパイロットフライアドベンチャーに乗せてですね、で、走り撮りのテストをね、やってきました。この今この動画ね、今撮ってる動画、これを公開する頃にはですね、編集も終えてるかなと思いますんでね。で、その寸評をですね、この場でさせていただこうと思います。もうね、フッテージは確認してですね、あとはもうあのデータとかを見ながらテロップをね、入れるだけという状況になってますんで、まあ帰宅後ね、そのテロップの作成などをして YouTube にアップするわけなんですけれども、まあ、あの順当な結果が出たかなというところですね。で、やっぱりそのパイロットフライアドベンチャーとこの今使ってるフェイユテック WG2、 このジンバルの両者の差がね、もう歴然たる差が、これは出ましたね。これはもう当然の結果と、まるで用途が違う2つのジンバルですからね、これはもう、こういうもんであるというふうに思っております。そして、邪道も邪道、とりあえず走り撮りをができればですね、もうこっちのものだと、まあ、いうようなですね、観点から、GoPro Hero 6の秀逸なボディ内手ブレ補正、この機能を使ってですね、パイロットフライアドベンチャーの、強力な保持力とともにですね、走り撮りをやってみて、まあ、ひとまずね、成功した形になりますね。まあ、どういうことかというと、4K30p、それから 2.7K60p、 この2つのモードでですね、パイロットフライアドベンチャーのジンバルにおきましてですね、 GoPro Hero 6で遠景ビタ止まり、これのね、走り撮りがまあ一応実現できたかなと。で、GH5 にしかできないですね、 4K60p のボディ内手ブレ補正、これで遠景ビタ止まりはですね、結局のところできてないわけですね。で、GoPro Hero 6にはですね、 4K60p での、ボディ内手ブレ補正はありませんから、そちらの方で試してみたところですね、やっぱり遠景ビタ止まりというわけにはいかなかったと、まあ、いうところですね。だからもう究極のね、映像を求めるというのであればですね、 4K60p の、映像で、で超広角レンズ でしかも、遠景ビタ止まり、これはまあできないわけですね。これがもしできている人がおられたならばですね、ご一報いただければというふうに思いますけれども、まあ、それは諦めるとしてですね、例えば自分がですね、走り撮りをしたいというような時ですね、なんかこう迷路のようなところをね、ぐる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 走って、で、迫力のある映像を撮りたいという場合はですね、4K30p がなんかね、すごくいい感じでしたね。やっぱり GoPro Hero 6の解像感たるやですね、まあ、あのかなりのものがありました。で、 2.7K60p とね、まあ、構図つけがたいんですけれども、 30p でもね、あのそこそこね、なんていうんですかね、でもやっぱり 30p はやっぱりカクカクしてるなっていう印象がありましたね。で、 2.7K60p どちらがいいのかなというところはあります。で、あとね、一つ、まあ、あの考慮すべき点はですね、 GoPro はですね、広角モードで撮りました。もうさらに一段広角のスーパービューというモードがあるんですけれども、これにした方がね、良かったかな。いや、でもね、やっぱり樽型歪みがね、出るでしょうからね、それをどう捉えるかですね。で、今回のテスト、このテスト動画はですね、ブレるかブレないかを、論点にした動画なんでね、広角モードで試しましたけれども、実際にね、こう作例を作るというような場合はですね、スピード感のあるね、映像が求めているわけなんで、スーパービューでこうドドンとね、こうスピード感のある映像を作った方がいいのかなとも思いますし、とりあえずあのできるということがね、分かったというのがですね、大きいと思いました。もちろんこれは言うまでもないことですけれども、
広角の方がスピード感は増すと。でね、実際今回のテスト派撮影ではですね、スピード感という意味ではですね、 GH5 のね、超広角レンズの撮影にはね、なんか及ばなかったかなと。でもね、あと一つやるとすればですね、インバートモードですね。これはブレという観点から、検証を行ったんで、インバートモードはね、今回あえて使わなかったわけですけれども、まあ、実際にやるという時にはですね、インバートモードで、しかもスーパービューで、ド派手なね、撮影をね、できる可能性がね、あるなというふうに思いました。さて、ちょっとね、通行人の方がおられたんでね、ちょっとルートを変えました。朝の道の全く逆方向ですね。この辺りちょっと暗いですね。なんか注意した方がいいようなね、そんな雰囲気の場所のような、なんか街灯も少なめのね、そんなところですね。ちょっと怖いな。さてさて、それはさておきですね、もうちょっとね、この走り撮り、せっかく走り撮り、これね、非常に個人的にね、興味深い走り撮りになりました。やっぱりね、4K30P、これもね、捨てがたいなというふうにね、思ったわけですよ。なんか、すいません、ご一行様とね、合わせる形になりましたけれどもね。ちょっと待って。ちょっとこの辺り、運転に集中いたします。この走り撮り、やっぱり 4K60P がね、どこまでこういいのかなというふうにも思ったんですけどもね、やっぱり圧縮感がね、やっぱり出てますかね。やっぱり 4K60P150Mbps でしたっけ、GoPro の場合ね。確かに 4K60p で撮れるっちゃ撮れるんですけれども、なんかね、もうやっぱこれ技量の問題もあるかもしれないですけども、ドリキンさんのね、 4K60p のね、ブーステッドボードの、伝説動画というべきですね、素晴らしさにはね、なかなか及ばないんですよね。で、やっぱりブレも少なかったですしね。で、こう1ドット1ドット 4K60p の1ドット1ドットにですね、こう情報を焼き付けるというのをですね、まだなかなかできていないというところはあるんですけれどもね、ちょっとここから先も運転に集中させていただきます。いつもこの辺りね、漫然と運転しつつ、なんかあっちの方、対向車線にね、いつも行く癖があったりとかね。ただね、ここね、やっぱりね、右の方にね、歩道の白線がないんですよね。これがちょっとね、難点で、でいつもここね、車が止まっていて、どうしてもここをね、避ける必要があると、ね、いうところですよ。さて、もうちょいでね、夜の部前半も終わりますけども、この、検証動画とですね、WG2、フェイルテック WG2、 これのね、補正のね、能力がね、やっぱりね、まだまだね、こうウェアラブルジンバルなんだなと。もうあとやっぱりモーターパワーがね、やっぱり全然違うんだなということもね、相まってですね、ちょっと待ってくださいね。もう一度ね、フッテージ確認します。で、解説動画をね、明日以降もさせていただきたいんですけども、ちょっと一旦この辺りで失礼いたします。はい、どうもです。デイリーキック2ゴー夜の部後半開始となります。さて、ガラッとまた話題を変えさせていただきたいと思います。朝はね、ちょっとね、まだ言い足りなかったことがあるんですよ。ポケトラック C24 です。そうなんですよ。やっぱりね、この音と、それから AS300、 これのね、音だけ録音するというやり方を比べた時にですね、やっぱりね、なんかね、こもったような感じがする、そういうふうに思いました。で、実はですね、昨日のデイリーキック2ゴーシリーズの動画の音声なんですけれども、ちょっとね、音の抜けをね、よくしてみたつもりなんですよ。ちょっと低域って言ってね、音のね、低い部分をカットして、で、こう、なんかこう、
なんかね、それでちょっとはね改善したかなというふうにも思うんですけどもね、実は気がついた方はおそらくあんまりおられないんじゃないかなというふうに思います。やっぱり風の音とかこのね音も入りますし、それからねこうやっぱりパンチの効いた音っていつも僕言ってるじゃないですか。でこれが AS300 で録音した時の感じ、これがですね、低音がねモコモコしてたらね出ないんじゃないかなと。で、さらにですね言うなればもうちょっとねコンプレッサーを、まあ、かけた方がいいっちゃいいんですけれども、あんまりやりすぎるとこれまたね聞き苦しい音になってしまいますんで、段階を追ってねやってみようというふうに思ってるんですよ。で今日のねこの音声を、まあ、処理するにあたってですね、なるべくねこう AS300 で録音できた音に補正近づけるような感じにね補正できないかなというふうにね思ってるんですよ。で実際できるかどうかはねちょっともうやってみないとわからないんですけれども、ただねやっぱり手数もねあんまりかけたくないんですよね。でそういうことを考えたらですね、エディウスプロ8、僕の使っている動画編集ソフトですね、これのプラグインでコンプレッサーがねなんかあったかな、どうやったかな、まあ、あったらいっぺんそれをかけてみようと思うんですけどもね、まあ、コンプレッサーぐらいあっても良さそうですよね。でもしなかったらエディウス、プロ8の場合はプラグインがね確か使えるんで、なんかそれもちょっと研究の、余地がありますんでね、今までね、音を明瞭にするっていう、 こう小細工ですね、もう低域をもうちょっとカットして、で、コンプレッサーつまり音をねこうグッとこう圧縮してやる、でこう濃密な濃縮ジュースのようにねしてやるということをですねあんまやってこなかったんですよね。でボケトラ C24 の ALC ダイオリと頼みというようなねところがあったわけなんですね。でもやっぱりねこの AS300 アクションカムの音声入力一発で、あのようなねこうパンチの効いた音が取れるっていうのがですね、でやっぱり魅力的だなと、まあ、いうふうに思うわけですよ。さらにですね言うなれば、前から検討段階であるねAS300 のハウジング、純正ハウジングですね、まあ、これを改造するというのがですねちょっとねよく考えてみたらねちょっと無理があるなというふうに思うんですよ。というのもですねあれね AS300 って裏蓋がねこう開くタイプになってるんですよ。つまり裏蓋をもう直近パッキン、で取っ払ってやらないとあかんのですよ。でもそれはねちょっといくらでもあかんなと、まあ、いうふうにも思いますし、ちょっとハウジング加工はねちょっとやめとこうかな。そうか、ハウジングを盛大にこうカットするか蓋を開くようなね状況までね持っていくようなハウジング加工をするかなんですが、それもなと、まあ、いうところなんですよね。どっちがいいかなと、まあ、ちょっと一旦中断させていただきます。買い物です。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー夜の部後半の後半です。最近このパターン多いですね。さてやっぱりね音の明瞭度これにねのつきますね。やっぱりこのねのデリキック25シリーズのね音声環境、正直申しましてですね非常にね条件はね厳しいんですよ。交通の音、それから、周りの音、それから風の音ですね。でこれに負けずに収録する必要があると、こういう過酷なね状況下で、足元にちょっと段差があった、これちょっと工事中ということもあってね慎重に行きたいと思いますね。下ばっかり見ていては前を見るのが億劫、おろそかになりますんで、ちょっと慎重に行きたいと思います。しかもかなりの南風、この風は今までと違う風ですよ。季節風じゃない春の訪れをね予感されている今週末ね、本当桜の見頃というようなね、季節になってまいりましたけれどもね、もうこの辺りで時間がね、来てしまいました。デイリーキックトゥーゴー夜の部、目いっぱい使わせていただきました。この辺りで、失礼いたします。もしかしたらこの後よっちゃんと生放送かも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 、バイバイ。まだ見てちょっとわからない。